界で自動化されているように見えますが、均等な玉を作り続けるためには職人の技が必要です。刃の切れ味が落ちると削る音がわずかに変化します。それを聞き分けて刃を研ぎ直しをします。機械についた木くずも落としてしまうと全体に歪みが出てしまうので、あえて残していたり、常に機械の調子を見ながら微調整を繰り返しています。そろばんっていうのは古くから日本の教育に取り入れられてきた計算機なんですね。で、単なる計算の道具っていうわけじゃなくて、記憶力とか暗算力で想像力まで身につく、今後も受け継いでいくべき代物だと私は思ってます。もっと身近に触れてもらうためにいろんなアイデア商品っていうのもやっぱ生み出してるんですよね。だから一度手に取ってみてほしいなと思ってます。